広く表現の自由を守るオタク連合、実はめちゃくちゃ動揺していた。あれやんな、暇空さんをあれしたらええねんみたいなこと言ったから訴えられたやな、暇空さんにな。結論から言えば当然ですが、私の発言は暇空への害を表明したものではないので、民事も刑事も裁判沙汰となる可能性は低く、そもそも発信者開示請求が通る可能性も低いだろうとのことです。発言内容も確認いただいた上での反応でした。どうなることやろな細かい法律論や実務での立て付けも簡単に解説していただき、私もしっかりと納得できました。この辺の理屈については細かい理解まで正確かは自信はないので、ここでは割愛させていただきますが、ともあれよほど大丈夫であることは大事。めちゃめちゃ動揺しとるやないかい。アンバサじゃねえ。それを判断するのは裁判所やからな。誰に聞いたアンバサやったとして、仮に聞いたのは、アンバサ一人の意見が正しいとは限らんからの。メモという人。最も瓢箪からコマが出るような可能性もビビっとるやないかい。犯罪、どこの世界の方でしょうね、そちらは。普段の事象ならともかく、トラブルを抱えている時に使うのはやめていただきたいものです。震えて奥歯カタカタ鳴らしながらツイートしているのがわかる。大丈夫だからと自分に一生懸命言い聞かせようとしているように見える。とりあえず文が長い。みんなほんまな、こいつらなんでこんな文が長いんやな。その解説書けよ、ほんまな。アマチュア弁護士さんに言われて安堵してるの。なんか法学部卒業の友達とかそんなんなんかな。あ、アンバサダー用がリツイートしている。アンバサに聞いたんちゃう。まっとうな弁護士は確約しないですね。そうやんな。なんとかの可能性は低いと想像しますぐらいやな。なんかはっきり言ったらあかんやねんな。確かあかんねんな、弁護士は。そうやって岡野武史弁護士が言ってたのが、こう絶対大丈夫みたいなこと言ったらあかんらしいよね。弁護士法かなんかで、無能は無能の話を聞く。法学部卒業の友達とかに聞いただけちゃう。対戦準備ができたと見られてもおかしくないのによく喋るな。もうお前が大丈夫って言おうが言うまいが、物事は動いてんねん、別のところでな。ヤフー知恵袋のアドバイスかな。そうで、自称犯罪学者に教えてもらったんかな。パンケーキって知恵袋のアカウントでは中身がか、金じりもいろいろやってんだな。判決結果の予想はできても、判決結果を決めつけはできない。そうやな。その相談した人は本当に存在していますか。それはもしかしたら鏡に映った自分自身かもしれません。めっちゃひよってるやん。こういう大丈夫大丈夫なはずって時は大丈夫大丈夫じゃない、大体大丈夫じゃないから、めっちゃ早口で言ってそう。内心すごい動揺してそう。完全に聞いてるイマジナリー弁護士、想像上の弁護士。ほんまやんな。弁護士に詰め寄っても結局は裁判官が決めますから、私からは何ともと言われます。ほんまやんな。そらせ、もう遅いねんや、もう遅いねんや。お前はもう対戦相手に選ばれてしもたんや、オタク連合や。生まれたて子鹿のようにプルプル。大丈夫だよという君の一言が一番大丈夫じゃない。最高裁までお付き合いしてくれるからな。お前がやったことは変わらへんのや。